そうだね。でもその代わり午後から稼働してたから、そう12時ぐらいからかな、そう活動してたので。私ね、食べながら話せないんだよね。 なんかメンバーと一緒にいる時も、もうなんか食べる時は食べてって感じでやっちゃってるから。そう、一人で撮影しました。いや、一人じゃないです、撮影。はい、夜ご飯は今日撮影のところでもらったご飯、めっちゃおしゃれなんだよね。どこのだろう。あった。何々キッチンだ、わからんこれ。英語がおしゃれすぎて、名前おしゃれすぎてわからん。バンディーズキッチンかな？違うか。これなんだ？英語がおしゃれすぎるんだが。ここです。ここのお弁当めっちゃおしゃれ。なんかご飯もきのこ入ってる。なんかなんだっけ、書いてあった、サーモンのハーブと岩塩焼きだって。まあ、それサーモンがついてたんですけど、エンディーズか、エンディーズキッチン、めっちゃ美味しい。あとなんか野菜ディップして食べるのがお弁当に入ってたりとかして、すごくおしゃれ。ご飯もそう、炊き込みご飯だし、ミネストローネ入ってるし、野菜も多いからすごいおしゃれです。食べ物で好き嫌いはないです。ないですね。そう、サーモンめっちゃ美味しそうじゃん。だからね、それにした。なんかお弁当の時、お肉とお魚だったら魚取りがちかも。魚取りがち。なんか魚ってさ、あんまり一人暮らしになってからかな、食べないから。なんか東京に来てからやっぱ作んないの、あんまり。魚焼いたりとかさ、煮物とかね、煮たりとかしないし、あんまり。まあ作ってた時もあったけど、けどやっぱお肉の方がすぐ焼いて食べれるから楽だからね、肉のね確率が高いんですよ、大体。家は結構魚が多かったんです。よくね出てきたのがカレイの煮付け。 カレイの子供持ったカレイの煮付けをよく食べてたイメージなんだけど、そう山口の時はもう魚やだっていうぐらい結構魚食べてたから、こっち来たらお肉のもの食べてたけど、けどなんかそう、こっちに東京住んでから魚のお弁当取るようになった。あとカレイの煮付けもね、めちゃめちゃね、あれよ、おいし、食べたくなる。カレイの煮付けめっちゃ食べたくなる。そうね、おばあちゃんにお願いしよう、カレイの煮付け作ってって。カレイの煮付けは難しいの？よく作ってたけどな。なんかうちの家庭は結構代々煮物が美味しいんですよ、手料理の中で。煮物がすごく美味しいから、代々煮物が受け継がれてます。だからおばあちゃんも、ひいおばあちゃんか、ひいおばあちゃんもすごい上手なんですよ、煮物が。でそれがおばあちゃんに来て、ママに来てるから、私も習わないと。キツネカレーって何？キツネカレーっていうのがある名前で、カレーの名前。
美味しいよ、筑前煮とかね、特にね。でもやっぱ人によって味違うんですよ。ママがちょっと甘めで、おばあちゃんはそのちょっと甘めがなくてあっさりした感じで、って感じで、味がやっぱね人によって違うけど、美味しいんですよ。カレーライスの煮付けじゃないですね。 カレイ、魚のカレイの煮付け、久しぶりに食べたくなる、子持ちのやつね。 お腹すいた。私さっき「やばい、時間になる」って思いながら 食べたから結構お腹に溜まってます。定番です。完食ですか？いや、もう完食まで行けなかったわ。なんか、間に合わなかったです。 だからまあちょっと食べて、まだお腹空いてるんで、終わってから、配信終わってからゆっくり食べようと思います。はい、今日は午後から撮影でした。12時ぐらいに、まあ動き出し、そう、メールの写真はね、めっちゃ前に撮ったやつですね。最近寝れてるの？って。寝れてるよ、めっちゃ。朝はね、朝ね、今日ね、9時に起きた。9時に起きて。そう。ね。まあ昨日がなんかもう帰ってきて、もうすぐ、ああって思って、寝ちゃって、で今日はだから朝風呂した。 久々に朝風呂して、でそれでまあ撮影行って帰ってきて今配信してます。いや、9時、そう、私にしては早いよ。いつもね、起きちゃうからね。朝風呂なるかな。でもなんか朝の方がちょっとあったか、日が出ててあったかいから、夜って寒いじゃん。だからちょっと朝の方がこの時期いいなと思ってた。 贅沢なのかな。あ、温泉での朝風呂は確かに贅沢かも。もうストーブは、ストーブあるよ。ていうか今日なんですよ。そういえば最終回が今日。うちの娘は彼氏ができない、最終回なんです。また嬉しい。超嬉しい。楽しみ。でもちなみに昨日の「オーマイボス」見たよ、私最終回。なんかこうなったかーって感じ。なんかすっきりしたかも、終わり方的には。ここ最近で一番すっきりした終わり方が。
なんか言いたいけどね、最近終わったばっかやから言えないよね。あ、本当だよね。続きはね、ね、登録してみてくださいじゃないから。君と世界が終わる日には見てないです。すいません、見てないんです。でもあれめっちゃ面白そうだよね。でもなんかママさんが見てて、だからそれでちょっとだけ見てよ。中条あみちゃんがめっちゃ可愛すぎる。あ、知ってるワイフは見てない。知ってるワイフ1話だけ見たんですよ。そう、結果見なかった最後まで。もでもちょこちょこ見てるし、なんかママが見てるからそれで情報は聞いてます。今こういうところだよって。そうで、元に戻るかもしれないとか、なんかそういうやつを聞いてる。え、新しく黒人やってる今。あ、でもドラゴン、新しい次のやつだと、ドラゴン桜見ようとしてる。見ようと思ってる。長澤まさみさん出るから。ねえ、ドラゴン桜めっちゃ楽しみにしてる。そうそうそう、ドラゴン桜にそう平手ちゃん出るじゃん。そう、あと加藤清史郎くんとかめっちゃ楽しみ。そう、新作のドラゴン桜です。前の生徒がね、確か出るんですよ。前の生徒も出るんですよ。その大人になったバージョンみたいな感じで、大人になってなんか先生側というか、なんかそんな感じで確か出るんですよね。だからめっちゃそれも楽しみ。あ、44日目か。ね、なんかその後って感じだよね。後輩がメインになるけど、その、ドラゴン桜、初期の、一番最初のドラゴン桜に比べたら、その時にいた子たちがいなくなって、で、後輩、みたいな感じになるけど。440日 440日やったー、楽しみーって感じ。でも「ドラゴン桜」私あれ知らないので、一番最初の時のやつ知らないから、なんかハマったら見ちゃうんだろうなって思ってる。でもまず「ドラゴン桜」ってどういうやつなの？まあ学園ものだよね、多分。学園もので、あね、カンフー？ああ、東大に受かるためにどう勉強するかみたいな話か。だから東大
で出てくるんや。いやー、そういうことね。めっちゃ面白そう。楽しみ。4月から始まるおすすめドラマ、アニメはって。4月から始まるおすすめのドラマは今言ったドラゴン桜です。アニメは正直今ちょっと分かってない。分かんない。けどなんか2期が結構始まるんですよ。鬼滅も2期が始まるよね、確か。し、あと、なんか2期が結構決定してるものが多いから、それが今後ね、だんだん多分放送され出すので、それが楽しみです、個人的には。めっちゃ楽しみ。でもね、あのね、ドラマとかアニメは寝る時間割いてでも見てます。やっぱり好きだから 好きだから 好きだから見てます。やっぱ寝る時間をし、を割いて見ます。なんか見ないと気になるんです、やっぱり。ありがとうございます。ショール見てくれて。君のことが好きだから。ご飯冷たくなってるよ。まあまあ大丈夫。温め直せばいい。あ、寝る時間さえできちゃった。ありがとうございます。ご飯はレンチンすれば OK だから。大丈夫、大丈夫。はい、明日稽古です。明日、明後日、稽古です。でもさ、もうさ、なんか、びっくりした。思ったより、その時間ないからさ。あ、でも、17日、今日17日か 本当に？あ、17日だ。今日17日だから、もう20日になっちゃう。あと10日だよ。10日ぐらい、あとちょっとでもう終わっちゃうから、3月。やばいね。だって、マジ無理学園の舞台もさ、もうあれじゃん。10日後じゃん。10日後じゃん。来週、来週じゃないけど嘘ついた 10日後じゃん。まあ、ちょっと正直今ビビった。びっくりした。そっか、そうじゃんって感じ。だから、そう、マジムリ学園27からだからさ、今日なんか少し、その舞台出演するメンバーにも会ったけど、みんなやっぱ待機中も練習してました。そう、27日私出演するんで、お楽しみに。ああ どこやったっけ、どこやったっけって感じのこともあるけど、まあいいや、後で探そう。そうね、ゲストがどれだけ出るのかなーって。まあゲストだからね、ゲストだからめっちゃたくさんは出ないんですけど、出るところは
もうドーンと出ます。出るところのインパクトは強いです。そう、あ、ちなみにでもどこまで言ったらいいか分かんない、私も。だってワクワク感欲しいでしょ？どこで出てくるんだろうとか、何するんだろうとか。だからどこまで言ってるのか正直分かんない 分かんない。内緒で 内緒で待っててください。でも面白いと思うけどね。私は少しでも関われるだけでも嬉しいです。本当になって、私見に行く感じよ なんか楽しみって感じで今いるから、すごいなんか皆さんと同じ感じです。だから 皆さんと同じ感じです。多分私27日、まあ生では見れないけど、多分学園、多分モニターとかあったら見れるじゃないですか。だからほうほうほうって、自分の出番のない時は見れるじゃないですか。だから皆さんと同じ感じで楽しみにしてます ワクワクしてます。どんな感じかなーって。なんかそんなさ、みんなの稽古とかさ、私は見てないので、すごい楽しみです。普通に。あ、そうだね、ハッツゲストとかをほうほうって見てます、多分 あ、こんな感じかとか思いながら。だからめちゃめちゃ楽しみにしてます。で、ライブパートも出るのでね。なんか言い過ぎちゃうよ私。真面目なんだっけ、マジムリのドラマやってた時もさ、そうゆいゆいと、あとなるちゃんとりんちゃんと あやねちゃん、花組だったじゃん。そうで、舞台もやってるし、なんかその48グループでやってた舞台を、そのチーム8バージョンでできるっていうのが今回めちゃめちゃ胸アツじゃないですか。すっごい楽しみ。私はもうそこだけでも感激してる。一回なんかそのなんだろうな、話ゆいゆいと話してて、ゆいゆいは全部出てるじゃないですか。でも私は今回その関わるのが、めちゃめちゃもろに関わるのがそのチームメイトのマジムリの舞台だったから、ゆうゆうからしたらもう2回に第2弾目になるのかな、マジムリ学園としては。第3弾目だっけ。そうでもゆうゆう全部出てきてるから、だからその時に私がふとそのマジムリの舞台8としての第1回目って私は思って言ったんですよ。でもゆうゆうとしてはまあ、3回目とか2回目とかそうなるので、いやいや2回目だよみたいに言ってて、えってなったけど、あそうだよねってなっちゃった時が1回あって、そうだよね、なんかもう8限定でするっていうのが嬉しすぎて 嬉しすぎて、
まあ、本当楽しみです。そうだ、なんか何にもないことでも面白くなってる気がする。でもみんなめちゃめちゃ頑張って稽古してるみたいだから楽しみです。 いいコンビ、そう。 私の前に立つんじゃねえ。めっちゃ低い声で言うね。そう。回し蹴りして、スカートの裏地に百合の花が咲いてるんだよね。私の前に立つんじゃねえ。ゆ い、どんな感じって言ってたっけ？ゆ いの前にまず立ってみる？私の前に立つんじゃねえって言われて、あ、ごめん、前に立っちゃったみたいな。 楽しみ。マジ爆笑。神経質の同期だね。 それね、それな。あ、ゆっくり、私の前に立つんじゃねえ。笑っちゃうんだけど。だっけ、前田敦子さんも言ってるよね。マジにならなきゃ勝てねえよって言ってるよね。 やばい、なるちゃんに言ったらなんかもう、下もどうしたのって絶対言われると思う。なんかもう大体予想つくくらい、もう多分大体メンバーの前でこれやったら、え、下もどうしたのって感じの、笑いで返ってくると思うんですよね。知らね。 いやー、マジウケるわそれは。あ、そうね。あ、ネジまた1個なくなったとかね。 いや、もう実験結果、もうレポート作れるわ、これ。動画撮っておいて。もうそれならもう YouTube 企画でやってもらおう、誰かに。あ、そうだね、早めにカラオケしとこう。今日はこの話的になんだ？私でもあれ歌えないんだよね。ララ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 ラ
ちょっと道を開けなよ、ラッパアッパの踊りだぜ。なんだっけ、もうこれ歌おうかな。あ、そうじゃん、好きだ好きだ好きだじゃん。ウキだウキだになっちゃった。よし、そうじゃん。BNK48 さんの次のシングルに決まりましたので、それを祝して、それでは聴いてください。好きだ好きだ好きだ、フルです。
楽しめたかな、りょうたさん、胡蝶しのぶ好きになってもいいですかさん、あきいこさん、 KITT さん、コッコさん、エサシーさん、フロストさん、イーグルイーグルさん、もしも鳥だったらさん、ミキトさん、ヤマちゃん、グンちゃん、エイト応援したいさん、タックン、中堅八甲さん、ポクレンパサランさん、 KYS さん、シゲアンさん、アリちゃん、ピールケウさん、サカちゃん、アデノシンさん、ブルーゴレムシゲンさん、あケンさん、ジュンさん、カゲちゃん、カゲチナさん、ミズッチさん、はい、皆さん本当にありがとうございました。ありがとう。じゃあスクショタイムいきたいと思います。せーの、はい、ありがとうございます。じゃあ次は3ポーズ、うん、余裕。1ポーズ目が1ポーズ目が、2ポーズ目が、3ポーズ目が、以上以上、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今日これにて終わりたいと思います。明日の配信時間は、明日の配信時間も、明日の配信時間23時からにしたいと思います。はい、ネイルンパン、夜半シプット、パンソエンをコーパジセヨ、はい、チャイプタテルミニダ、そしてトゥモローショールームアット10 11pm、 うん、トゥモローショールームアット 11pm、 ウォッチプレイズよろしくお願いします。ありがとう、ありがとうございます。ではまた明日、チャイジェヨ、グッナイ、ラテリソードカー、なんだっけ、ワンワン、おやすみなさい、また明日。